ということでね、今日はね、数ヶ月ぶりですかね。1、2ヶ月ぶりかな。今日はですね、スーパークレイジーくんについての動画です。これね、何が起こってるかっていうと、実はですね、1、2ヶ月前に動画やったんですよね。とりあえずですね、早速ちょっと記事の方から紹介していきます。これ読むとね、全部わかると思うんですよ。概要っていうかね。埼玉県戸田市の市議会議員、スーパークレイジーくんこと西本誠さん、34歳は、1月の選挙で初当選しました。で、市議にね、スーパークレイジーくん、当選したはいいけれども、これがですよ、金髪ヘアに特攻服、元暴走族という異色の経歴で注目されるも、当選後、市民から居住実態について疑問があるという異議申し立てが提出され、市の選挙管理委員会が調査していました。っていうことで、あ、これね、スーパークレイジーくん、もう皆さん知ってますよね。説明いらないですよね。だから去年のね、東京都知事選、これに立候補して、すごい有名になった人ですよね。この人がですね、埼玉県の戸田市、ここの市議会議員に1月に当選したんですよね。ただこれがですよ、居住実態について疑問があるってことで問題になったと。もうこれすごいあるあるですよね。結構ね、これ昔からありますからね。なんかですね、議員になりたい人がそこで選挙があるっていうことで、その選挙のために引っ越してね。でも結局ね、ここにあんまり住んでなかった。まあ具体的にいろいろあるんでしょうけれどもね。例えばこう、住所だけ移したけれども、全然ここでね、生活してない、泊まってなかったとかね、いろいろあるんですけれども、こういうことがね、後で発覚して、せっかく当選したのに、当選無効ってなることってね、結構昔からちょこちょこあるんですよね。まああるあるだと。で、今回の場合はですよ、どういう風になったかっていうと、結果的に。あ、だからですね、前回の動画っていうと、ここまでやってたんですよ。こういったことが問題になってると。で、今回ですね、この選挙管理委員会の調査の結果が出た、まあ結論が出たってことなんですよ。そういったニュース、そういった動画です。で、これがどうなったかっていうと、埼玉県戸田市選挙管理委員会は9日、1月の市議選で、スーパークレイジーくんの名前で初当選した西本誠氏34歳について、当選を無効とし、わかりました?当選を無効としってなっちゃったわけですよ。当選を無効とし、当選を取り消すとの決定をした。理由については、戸田市に居住実態がないとした。これですね、具体的に言うと、公職選挙法では、選挙区内に3ヶ月以上の居住実態が必要らしいんですよ。まあだからね、選�挙管理委員会が調べたら3ヶ月以上の居住実態がなかったってことなんですよね。前回もね、僕気になってたんですけれども、もうちょっとね、具体的に言うと、これ居住実態って言うとね、どういうところを見て判断してるのかなってね、皆さんそこは気になりませんか?僕はね、今回ね、一番気になったのは、選挙管理委員会はね、どういったところを見て居住実態がないっていう判断を下したのか。これがですね、僕が一番気になっていることなんですけれども、具体的にね、ちょっとありました。ちょっと僕的にだからスッキリしたんですけれどもね、どこをね、争ってるのかなと思って。で、具体的にね、どこかなんですけれども、これはちょっとね、先に言っときますけれど、びっくりすることにね、結構たくさんあったんですよ。結構何がたくさんあったかっていうと、チェックされる箇所がたくさんありますけれども、もう僕らからしてもね、素人からしても、それはちょっとね、スーパークレイジー君、まずいんじゃないのっていうね、突っ込まれがいがある箇所がね、いっぱいあったんですよ。ちょっといくつか紹介していきますね。どういうところが問題になったのか。きっとこれも皆さんね、全員とは言わないですけれども、それはちょっとね、居住実態ね、まずいんじゃないのって感じでしたよ、僕はすると。紹介していきますね。西本氏は昨年10月、東京都から同市に住民票を移したが、居住先とされる賃貸アパートは本人名義で契約されておらず。って感じじゃないですか。で、所有者や、だからアパートの所有者ですよね。所有者や管理する不動産会社も、西本氏の居住を認識していなかった。もう僕からするとね、これだけでアウトな感じがするんですけれどもね、これだけでもダメなんじゃないと思うんですけれども、他にもまだまだいっぱいあるんですよ。他にもですね、言われてるのは、西本氏の妻子は移転前の都内の住所で暮らし、電気などの契約は西本氏名義のままで、生活の本拠地を移転していないと判断したという。で、これ他にもですね、まあ今のね、家族も一緒に来てないっていうのは僕ちょっとね、絶対ダメとは言わないですけれども、まあ来た方が良かったですよね。僕だったら行きますから。まあそのあたりもね、突っ込まれてると。で、他にもですよ、こまごま。住んでる場所に表札を出していなかった。聞き取りを行った周辺住民、5人全員が当選人を見たことがないと証言。まあこれね、周辺の住民っつも誰かによりますからね。で、他にも、日常の買い物を表す領収書やレシートについては、数枚程度しか提出がない。まあこれは取っとかなかったってことでしょうね。特に考えてなかったらね、取っとかない人もいますからね。でですね、とにかくいろいろ理由があるんですけれども、中でもですね、これが決め手らしいんですよ。ちょっと意外かもしれないんですけれども、どれかっていうとですよ。まあ逆に言うとですよ、どれもダメな気がするんですけれども、これが決め手っぽいっていうのがこれです。選挙管理委員会は今月9日、水道の使用料などから戸田市での居住実態がないと判断。当選無効の決定をしました。
ということでね、まあ、水道だけじゃないんでしょうけれども、そういったね、なんか電気の使用とかね、水道の使用、そういったところは見られたと。これがいくらなんでもね、こんなね、使ってないわけないでしょ、住んでるんだったらってね、そういった度合いだったと。これは結構ね、決め手として大きかったらしいんですよ。もちろんこれだけじゃないんでしょうけれども。なんかとにかくたくさんあるんですよね。びっくりしますよね。でですね、こういったことに対するスーパークレイジックのね、言い分っていうとこんな感じらしいんですよ。最初から条件を決めた方がわかりやすいと思う。投票してくれた人は何だったのって曖昧すぎると話してました。なんかちょっとわかりにくいですけれども、要するにですね、もう何をもってね、居住実態と判断するか、最初から条件を決めといてくれってね。だから期間の3ヶ月ってのは決められてますけれども、他のところはね、結構曖昧だと。そういうこと言ってるんですけれども、ちょっとこれ僕からするとですよ、特に僕はね、どっちがあってわけでもないんですけれども、いくらなんでもね、ちょっと突っ込みどころがありすぎるでしょって思っちゃうんですよ。だってね、これ本当に転出届をね、転出しただけで、賃貸のね、名義も自分になってないし、表札も出してない。そしてですね、これ、さっきもあったようにね、そのアパートの持ち主、そして管理会社もね、そこにスーパークレジックがね、住んでるって知らないんですよ。表札もないし。それで居住実態ってね、ちょっと、それはちょっと難しいんじゃないのって思っちゃいますよね。逆にですね、僕はちょっと思ったのが、そんなのでね、そんな感じでよく選挙に出たなと思うんですよ。どういうことかっていうと、選挙って言うとね、本当にすごい大変なわけじゃないですか。だからね、今回のね、市議会選挙、戸田市のね、これスーパークレイジー君、すごい頑張ったと思うんですよ。体力的にもね、精神的にも。だからね、そんな大変な選挙をね、こんななんかちょっと曖昧なね、あやふやな転居実態で、よくなんか選挙をやったなと思っちゃうんですよ。だってね、僕だったらね、そこまで頑張ってね、当選するんだったらね、絶対当選したいと思うからね、こんなことで当選がね、こう、取り消しになるなんてね、残念すぎるじゃないですか。だから僕だったらね、選挙活動も頑張るけれども、居住実態もね、もう全力で居住実態作りに行きますよ。どっから見てもね、突っ込みがいがないように。もう少なくともね、その居住実態が必要な3ヶ月ですか。この間はね、少なくとも前日泊まります。泊まるし、なるべくね、もう選挙活動以外はいるようにしますよ。だってね、これさっきも言いましたけれども、こういったね、居住実態がないってことで、選挙のね、当選取り消しになった人ってね、ちょこちょこいますからね。だからこんなことでね、取り消し食らうってね、バカバカしいですからね。僕は選挙活動も、居住実態も全力で作りに来ますけれどもね。でですよ、とりあえずね、選挙管理委員会としては、当選取り消しって言われてるわけですけれども、今後ね、どうしていくかなんですけれども、どうもね、スーパークレイジングとしては徹底抗戦らしいんですけれども、なんかこれがですね、4月30日までに西本氏、まあ、スーパークレイジー君ですよね。これが県の選挙管理委員会に審査の申し立て、だからもう一回審査しろってことですからね。それを申し立てなければ、議員資格ってのはこのままね、取り消しになるんだそうです。ただ本人ね、これ徹底抗戦するって言ってるからね、間違いなくこれ、4月30日までに審査の申し立てするんでしょうね、これはね。なんかですね、スーパークレイジー君ね、こんなこと言ってます。クレイジー君は、黒になるアクシデントは想像していたんで、最高裁まで争います。1年から2年になるかもしれないが、徹底抗戦します。投票してくれた方に落ち込んだ姿を見せたくない。根気強くやっていきたい。と前を見据えた。だからね、今言ったように、1年かかっても2年かかっても戦うぞって言ってるんですけれども、ちょっと言わせてもらっていいですか？努力するところがやっぱ間違ってるんですよね。僕ね、常日頃から思ってるんですけれども、これスーパークレイジックに限らずですよ。やっぱりこう政治家になる人っていうと、みんなを代表するわけじゃないですか。そしてみんなを代表して、難しいね、法律とかルールとかっていうのを審査して、やるかやらないかとか決めるわけじゃないですか。だからね、普通の人よりも頭が良くないとダメだと思うんですよ。結構難しい法律とかいっぱいありますからね。でもね、今回のこのスーパークレイジックをいろいろ見ていると、ちょっとやっぱ頭が良くないんじゃないのかなと思っちゃうんですよ。別にバカにしてるとかね、ディスってるわけじゃないんですよ。別に僕スーパークレイジック嫌いとかじゃないですから。まあ好きもないですけれどもね。だからね、頑張るところ、努力するところがやっぱ違うんですよね。選挙をね、選挙運動を頑張るんだったら、居住実態もね、全力で作りに行かないと。あとですね、今回のスーパークレイジックのね、当選取り消し、これですけれども、ちょっとね、違った切り口としてはこういった記事ありましたね。音竹博忠氏、スーパークレイジックの当選無効に疑問。逮捕歴のある人は政治に参加しにくくなってしまうのでは。こういった記事です。スポーツ報知です。作家の音竹博忠氏は、まあ、音竹さんですよね。五体不満足のね。9日、自身のツイッターを更新。埼玉県戸田市に居住実態がなかったとして、同市議選への当選を無効とされたスーパークレイジー君、本名西本誠氏、34歳についてコメントした。これはですね、ツイッターこんな感じです、これ。なんてツイートしたかっていうと、過去に少年院にいたことで本人名義のマンションが契約できず、仕方なく友人宅に住民票を移して戸田市に暮らしていた。それを居住実態がないと判断されてしまうと、これから逮捕歴のある人は政治参加しにくくなってしまうのでは。こういったツイートしてるんですよね。これ皆さんどう思いました？
僕はですね、僕個人はですね、これ別にいいんじゃないのかなと思ったんですよ。ちょっとね、全然違う意見、僕にね怒ってる人もいると思うんですけれども、一応これね、逮捕歴、犯罪歴があるわけじゃないですか。そういった人がね、別に選挙にね出れないってんだって良くないですよ。出れないんだったら、でもね、出にくいハンデキャップがあるっていうのはね、これ別にいいんじゃないのかなと思うんですよ。まあだからね、犯罪を犯した人の場合、普通の人よりも頑張らないと選挙に出ることが難しいってことでしょ。別に出れないわけじゃないですから。ただね、選挙に出るんだったら普通の人よりもね頑張ってくださいねってことですから、それは別にいいんじゃないのかなと思うんですよ。一応ね、過去にそういったことをした人なわけですから、ある程度のハードルをね頑張ってクリアした人じゃないと出れないっていうのはね、逆にそれはそれでいいんじゃないのかなって僕は思いました。ちなみにですね、スーパークレイジー君っていうと、まあ、これ有名ですけれども、お父さんはね、元暴力団の人ですし、スーパークレイジー君自身もね、合計で5年間少年院に入ってます。普通ね、これ少年院に5年間入るっていうのはね、異例中の異例なんですよ。だからね、1回どころじゃなくて何回も何回も問題行動、まあ、問題を起こしてるから、合計5年間少年院に入ってたわけですよ。だからもうしょうがないっちゃしょうがないですよね、自分がやったことですから。そして、これ去年ですかね、比較的最近ですよ、数ヶ月以内。数ヶ月以内でも、あるね、素人の格闘技イベント、これに参加して、試合じゃないところで、試合にね、関係ないところで暴力を振るって、これね、警察沙汰にこそならなかったですけれども、相手ね、結構怪我してましたからね。だからスーパークレイジー君ね、僕ちょっと映像で見ましたけれども、怒りをね、コントロールできてないんですよ。全然ね、格闘技イベントって言ってもね、リングの上じゃないし、殴っちゃいけないところでね、感情極まって殴ってましたから。だからね、怒りのコントロールっていうのはね、未だにできてないって僕は感じましたけれどもね。あとですね、乙武さんはね、過去に逮捕歴がある人ってのは選挙に出れない的なね、まあ、ニュアンスですけれども、こと言ってますけれども、まあおそらくね、まあ僕自身ね、逮捕されたことないんで、おそらくで言いますけれども、逮捕歴がある人、犯罪歴がある人ってのも、別にどこも住めないってわけじゃないですよね。普通の人よりも物件がね、借りにくいってことですよね。だからね、そこに関しては普通の人よりもね、頑張んなきゃいけないかもしれませんけれども、しょうがないですよね。普通の人よりも頑張って、それでね、契約して、賃貸契約して、それで選挙に出ればいいんじゃないのかって僕は思っちゃうわけですよ。なんかね、乙武さんのツイートだと、逮捕したことがある人がね、選挙に参加しにくくなるってありますけれども、別にね、逮捕された人が投票できないとかじゃないですから。ただそれがね、また立候補する。政治家になるとしたらちょっと別でも別にいいんじゃないのかなと思うんですよ。ハードルがね、ちょっと高くても。だからね、僕はちょっと思うのが、今回もね、スーパークレイジー君が、例えばね、アパートとか持ってる大家さんっていっぱいいるわけじゃないですか。そこをね、探して回って、カクカクシカジカ、こういったことがあるんで、僕は過去にこういったことしましたけれども、これからね、しっかりね、戸田市長のために頑張っていきたいと思うんで、僕にね、ここのアパートを借りさせてもらえませんかって言えばね、絶対ね、イエスっていう人いたと思うんですよ。でも、おそらくですよ。それをやらなかったのは時間がなかったのかなと思って、多分ですね、選挙に出ようと思ってからがもう時間がなかったんだと思うんですよ。だからそういったね、理解がある大家さんを探す時間もなかったんじゃないのかなと思うんですよ。だからまあちょっと自業自得かなと思うんですけれどもね。そしてですね、ちょっと大前提で思うことがあるんですけれども、皆さんどう思います？僕ですね、今回みたいに選挙に出るために無理くり引っ越している、急に引っ越してるってね、こういうのってね、あんまりいいイメージ持ってないんですよ。だからね、今回は埼玉県の戸田市、ここのね、戸田市議、これを決めるね、選挙だったわけじゃないですか。だからね、戸田にいいことをする。そのためにはね、戸田市にも詳しくなきゃいけないし、そして戸田市にね、ちゃんと愛着を持ってる。そういった人じゃないとね、難しいし、良くないと思うんですよ。それがですよ、選挙に出るために、市議になるために、無理くりね、急に引っ越したみたいな人。こういうのってね、そもそも良くないと思うんですよ、大前提として。だからね、そもそも今回の問題っていうのは、本当に選挙に出るために無理くりね、引っ越した。居住実態を作ろうとした。そういったことをしたからこういったことになってるわけじゃないですか。だからまあ当選無効でもしょうがないのかなと思っちゃいますけれどもね。しかもね、その居住実態の作り方っていうのが下手くそだったと。やっぱそういう人ってね、政治家に向いてないと思うんですよね、僕。はい。といったところで、今日はこんなところでございます。バイバイ。別にね、スーパークレイジー君のことね、個人的に嫌いとか好きとかじゃないんですけれどもね。うん。